バレーボール第4回 V リーグは1997年12月6日から1998年3月15日にかけて行われた V リーグの大会である。3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績4位までのチームによるステップラダー式のトーナメントを行い優勝チームを決定する。 12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日、12月23日。1レックの結果、1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月23日、1月24日、1月25日。 2レックの結果1月31日2月1日2月20日2月21日2月22日2月28日3月1日3レックの結果3月13日3月14日3月15日来期参加順位を決定するための V リーグ7位8位チームと V1 リーグ1位2位の4チームによる変則リーグ戦同一リーグのチーム同士はリーグ戦の成績を持ち越す 3月13日、3月14日、3月15日。この結果、下表のごとく参加順位が決定したが、6位のスミトモ金属が9部となったため、V1 リーグ3位の NTT 東海が再開として参加することになった。12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日、12月23日。 1>, 1レックの結果1月10日、1月11日、1月15日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日。2レックの結果1月31日、2月1日、2月14日、2月15日、2月20日、2月21日、2月22日。3レックの結果3月6日、3月7日、3月8日。来期参加順位を決定するための。 V リーグ7位8位チームと V1 リーグ1位2位の4チームによる変則リーグ戦。同一リーグのチーム同士はリーグ戦の成績を持ち越す。3月6日3月7日3月8日この結果、下表のごとく参加順位が決定した。ありがとうございます。